12アンダートーナメントリーダーのグレッグ・ノーマン8番でトラブルショットです。これが第3打。マウンドからしかし実に見事にグリーン方向に打ち出してきました。ほら村上さん、このピンの方向には太い松が2本ありましたからね。ちょっと木がスタイミーになってましたからね、それで手前にすごいマウンドがあったでしょ、はい、これはでも最高じゃないですかね。現在グレッグ・ノーマンはスタートから1ストローク落として12アンダー、2位のこの最終組で一緒に回っておりますニック・ファルドとは4ストローク差。大西さん、この今週のですねグレッグ・ノーマン、これがまあ上位の成績ですが、この8番は全部バーディーを取ってるんですね。そうなんですね、3日間ともバーディーですね。現在オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブから生中継でお送りしております今年のマスターズ最終ラウンド、入ればバーディーです。いやー、しかしこれはナイスパーですね。もうパー間違いありません。グレッグ・ノーマン8番を終わりましてトータル12アンダー、現時点でニック・ファールドと4ストローク差で単独トップを持っております。しっかり打ちました。おー、来た来た来た、入った。これでファルド9アンダー、グレッグ・ノーマンとは岩田さん3ストローク差。はい、しかしノーマンはですね、昨日までの13アンダーのうちアウトは2アンダーなんですね、でインで11アンダーですから、ね、それはアウトとインと比べるとアウトの方がもう難しいんですが、はい、これはデータでも分かってるんですよ、ノーマンはですからアウトを、イーブン、あるいは1オーバーぐらいまで抑えていけばいいという、ある程度の計算はしてるんじゃないですかね、はい、現在今日も1オーバーペースで回ってるわけですね。これはニュージーランドのヒゲのフランク・ノビロ、現在フランク・ノビロは5アンダー、3位タイグループで頑張ってます。いいところへ伸びてきますね、ノビロは昨年が初参加でしたから、はい、キャンベルという新しいニュージーランドの選手も今年は出てきてましたが、このノビロはやはりもうニュージーランドのもう、ね、名選手ですね、はい、マイケル・キャンベル初めてのマスターズ、惜しくも予選はね、はい、通らなかったんですが、やっぱりあの人も楽しみですよ。そうですね、ものすごくやっぱり運動神経 の持ち主ですね、はい、これがグレッグ・ノーマンの第3ラウンドまでのいろいろな数字でございます。フェアウェイをほとんど外しておりませんし、大西さん、このサンドセーブの 80% も目立ちますね。これすごいですよね、で特にこの42回グリーンを捉えてますけどね、はい、これも全選手の中で一番いいんじゃないですか、それからパッティングですよね、はい、あれは昨日までのデータなんですが、初日が27でしょ、はい、2日目が30、昨日がまた27ですか、はい、ね、素晴らしいですよ。今日は若干このアウトのプレーではこう入れたいというパーパットを外したというケースもどうもあります、昨日もアウトでは3パットが2回ありましたが、さあこのアウト、いわゆるフロントラインの最終9番ホールにやってきました。もう今日は上空快晴のオーガスタです。いいですね、この人のフェアウェイキープ率は非常に高いですね、昨日も大西さん8番9番連続バーディーだったんですね。そうですね、このホールは打ち下ろしてきて、はい、打ち上げと、こういう感じになるんですね。今ちょうどギャラリーの皆さんが歩いていたクロスウェイが一番この底の部分になります。はい、今日のオーガスタは4時半現在で気温が29度、湿度は 35%、 風は岩田さん南西の風で4メートルとちょっと弱くなりましたかね。そうですね、昨日がかなり強かったですからね、南西から昨日は南南西ぐらいのかなり強風でしたから、それに比べるとやや弱いですね、はい、さあついに3ストローク差にファルドに追い上げてきましたノーマン。ああいいですね、この第3ラウンドでは一時ファルドは7ストローク、そうですよね、遅れてしまったんですが、はい、今いつの間にか3ストロークまで迫ってます、今の村上さん、ノーマンの心理的な状態はどうでしょうか。いやー、やっぱりそれは大変ですよね、それでこの先インに入りましたね、昨日に比べて10、11、13、15、17、はい、17というのはね、バーディーチャンスというか優しいんですよ昨日に比べたら、はいはい、それでパー5はイーグルのチャンスもあるでしょ。そうですね、さあそれでは最終組、先にファルドがセカンドショット、ピ
ピンまでの残りは112ヤード、グレッグ・ノーマンはもう99ヤード。これも2メートルショートだともうずっと戻ってしまいますから ね、もうとうとう雨がね、全然降りませんでした、そうですね、本当にグリーンが硬くなって、今日のピンの位置はですね、手前から12ヤードでしょ、左5ヤードでしょ、これ昨年と全く同じ位置ですね。あ、ただ岩田さん、手前の8ヤードぐらいはグリーンじゃないと考えた方がいいですから ね、あのこのオーガスタにはそういうグリーンがいくつかありますね、もう大変なスロープでもうカップなんか絶対切れないというような傾斜があります。10番です、ミケルソン、ちょっと距離を残してます、160ヤードこのホールは、ね、あの昨日よりははるかにバーディーは取りやすいですね、今日は左でやや手前ですもんね、昨日は一番奥でした。さあグレッグ・ノーマン、グレッグ・ノーマンはやっぱり後ろからね、バックスピンで 2,3 メートルのところにこう寄せたいところですよね、とにかくショートしたらもうボギーかダブルボギーっていうかね、そういう感じになっちゃいますね。まあ、距離は99ヤードですが、お兄さん2階の屋根の上に持っていくような打ち上げですからね。もう真上からね、ピンの根元にボトンと落とすようなショット、そういうのを考えてるんじゃないでしょうかね。どうでしょう、あーボールが今落ちました、あーっと戻った、あーこれはいけますね、もうわずかにですね、これでさあどうでしょう、1メートルぐらいでしょうか、でしょう、ね、自分の思ったより短かった、いやこれはグレッグ・ノーマンはピンチを迎えました。9番ホール、こうやってみますと、今日のアウトのノーマンはですね、きちっとグリーンを捉えたのは7番しかないんですよね。あ、そうですね、そうですね、4番のパー3も結局バンカーにいましたが、本当ギリギリのところに落ちたんですけどね、ノビロは、あ、これはパーをセーブできません、12番。とにかく今日上位陣で、アウトのスコアが34のファルドが1人いるだけ で、そうですね、あとは35が5人ぐらいいますけど、上位陣も本当にアウトではスコア伸びてませんね。今日ここまでは68がベストスコアですね。そうですね、18ホールとしては68がベストですね、ラリー前ですか。そうですね、ラリー・マイズが岩田さん第1組で回ってますから、あかつてのチャンピオンですが、はい、まあ、マイズもあのギリギリで予選取りましたからね、ほら随分戻りましたね、バンカーよりまだ後ろです ね、ピンのそばに落ちたのがここまで戻ってきたっていうけどね、これは村上さんやっぱり持ち上げて止めるんですか。いや、そばに寄せるにはやっぱり2クッションか3クッションぐらいでいかないとね、でしょうね、安全に行くにはもう上げておくからね、5メーターぐらいしか寄らないと思いますけども、これどうですかね、やっぱりあの土手にぶつけていくような感じですか、これパーセーブ難しいですよ、難しいですね。ファルドはピンのかなり奥ですが2オンに成功しています。3ストローク差、トップのグレッグ・ノーマン。画面をご覧になっている方にはちょっと想像がつかないと思うぐらいこのフェアウェイがエプロン返しは短くかってあるわけですね、ですからこれだけ戻ってくるわけです。ですからグリーンの上からアプローチするような感じでしょうか ね、 そうですね、気持ちとしてはもうそういう感じになりますね。ワンクッション、ツークッション、これで止まる、かなり、これは最高ですね、かなりスピンが来ました、ピンの奥1メートル少し。やはり何といっても村上さん、このホールカップが見えませんから、距離感のつかみ方ってのは本当に難しいと思いますが、あれ想像以上に上がってますからね、そしてまたちょっと短かったら元のところに戻りますね。ミケルソン、10番のバーディーパットです。ここは逆に一番高いところから低いところへ打ち下ろしてくるというパー4。ミケルソンもこれが入るとね、2桁ぐらいまで行く可能性出てくるんですけどね、ショートですね、弱いですね、岩田さん、この人のパッティングには定評があるところですけどね、そうですね、まあ、ノーマンなんかも言ってますけれども、まあ、ジャンボも言ってましたね、こう本当にこう指先のね、本当にこうもうデリケートなタッチ、柔らかさですね、
でそういうものがこのグリーンでは特に要求されるんですが、でそういう資質を持っている数少ないゴルファーの一人ですね。大西さん8番で、まあ、結局ボギーになったんですが、あの高い素晴らしいアプローチをしてきましたね、ミケルソン。ですけど、まあ、あのノーマンがパー5で11アンダーですから、それからファルドが10アンダーしてですね、それに比べてミケルソンの2アンダーですよね。そこが差ですね。これが差ですよ。ファルドの19番、おー来たか。あーいやまあこの難しいラインをね、昨日も9番はデリケートなバーディーパットを沈めたファルドですが、グリーンが速いから本当にもうそば行ってもね、少し違うと入らないですね。しかしあそこからもうこれあわやバーディーという、結局 OK パーのファルド。大西さん、次第次第に何かファルドのプレッシャーがですね、ノーマンに効いてくるような、効いてますね。まあ、はるかにここまではファルドの方が気持ち的に楽ですからね、はい。そしてノーマンの方はもうこれで勝たなきゃね、もうマスターズは二度と取れないっていうぐらいの有利な展開ですから、それがあっという間に3ストローク差になり、今のあわやというバーディーパットを見せられた、しかも自分はこの下りのパーパットを残している。そうですね、そこへ持ってきて、おそらくマスターズのね、大会関係者が一番望んだ通りの雨のない、そして硬いグリーン、速いグリーンっていうのが出来上がって、おそらく 100% のコンディションだと思うんですね。ですから、ハルドのプレッシャーよりもこのコースのプレッシャーっていうのが強いと思いますね。これも村上さん、ちょっとフックですね、下りの、ちょっとこう肩のペースがこう右に左に、これちょっとカット気味に行くじゃないですかね、左です、ですね、あーダメです。ノーマン9番で落とします。これで11アンダー、これで2ストローク差です。さあ、昨年の日本オープンチャンピオンの伊沢利美さんは今日はこの最終組を中心に、まあ、見てもらっているわけですが、伊沢さんが今スタンバイしてくれたようです。伊沢さん、はい。今ねノーマンがボギーを打ちまして、ついに2ストローク差ですね。そうですね、ですね、今日はもう1番ホールからですね、昨日のようなゴルフがですね、なくて、パッティングの方もですね、はい、昨日みたいに入ってなくて、はい、まあ、非常にもう危ないゴルフをしてですね、まあ、ここまで、まあ、1オーバーできて、まあ、最後結果的にはまたボギー打ってしまって、はい、今日は2オーバーですか、で、まあ、ファルドもですね、決してショットがピタピタ来てるわけではないんですけども、うん、まあ、5メーター6メーターの長いバーディーパット入れて、まあ、なんとか我慢しながらちょっとずつスコアを伸ばしているという感じですね。はいはい、ノーマンがちょっとショットが左目に行くようなケースが多いんですが。そうですね、1番のティーショットと8番のセカンドですか、はい、ちょっと左に行ってるのが多いんですよね。やっぱり、まあ、アプローチはまあわりかし寄ってるんですけども、うん、やっぱ 2,3 メーターのパターが、まあ、今のもそうですけどね、今日はちょっと入ってないですね、ここまでは、はいはい。まあ、伊沢さんも昨年霞ヶ関で日本のメジャーのジャパンオープン取ったわけですが、はい、このメジャーのマスターズのこの最終日最終組の雰囲気ってどうですか。そうですね、まあ昨日まではですね、まあ、ノーマン選手のゴルフは見てないんで、はい、まあ、よくわからないんですけども、ただ、まあ、外から見た感じではやっぱりノーマンどうしても勝ちたいというのがですね、先に出て、まあ、本来のゴルフがまだちょっとここまではできてないのでですね、で、まあ、6打差のスタートありましたからね、はい、まあ、ちょっと、まあ、気持ち的にもちょっとまあ守りに入ってたのかもしれないですけど、はい、まあ、ここで2打差になったんでね、まあ気持ちを切り替えてですね、うん、まあ多少攻めに入ってくるんではないかなと思うんですけどね、はい。これからが伊沢さん勝負ですから、そのあたりまたじっくりご覧になって、はい、また後ほどリポートお願いします。はい、わかりました。今日はもう村上さん大変暑くなってるんですが、伊沢さんにもぜひね頑張っていいリポートしていただきましょうね。そうですね、はい。さあ、いよいよこれ大西さん大変なことになりつつありますね。やはりマスターズの最終日ですね。そうですね、ノーマンはですね、はい、決して逃げようとかね、固く行こうとかって、はい、そういうもう気持ちはもう自分は持たないで、今日の最終日はですね、
もうみんなとイーブンだと、横一線の気持ちでやるんだということは言葉では言ってましたね。言葉では言ってたけど、どうでしょう、やっぱり彼の気持ちの中にはね、そこですね、言葉以外のなんかやっぱあると思いますけどね。そうだと思いますね。10番の打ち下ろしのティーショットは3ウッドです。グレッグ・ノーマン、全部パーをセーブしております。10番のティーショット、青空から白いボールが落ちてきました。ずーっと左にカーブを描いて、あーこれはいいところ行きましたね。これはセカンドショットが楽しみになってまいりました。グレッグ・ノーマンの10番のティーショットです。この放送はアメリカ・ジョージア州オーガスタ、オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブよりお送りしております。